福島県一郎は、日本の政治家。元衆議院議員。熊本県熊本市出身。八代市立大美、小学校、久留米大学附設中学校、高等学校を経て、慶応義塾大学経済学部卒業。1991年に、富士銀行に入校。 水保コーポレート銀行審査第一部調査役、営業第15部上席部長代理、同部次長を経て2007年に、業務監査部参事役を最後に退職。2009年の、第45回衆議院議員総選挙熊本2区に、民主党公認で出馬。社会民主党、国民新党の推薦を受け、104,876票を、 獲得し、自由民主党副幹事長の林田表を破り、初当選した。2010年2月16日、衆議院本会議において、政権交代後初めての通常国会での新人を含めた民主党議員で、初の登壇質疑に選ばれ国税関連法案について質疑を行う。2010年11月に民主党一回声優志と、 政策集団北進会を結成、事務局メンバーとなる。2011年5月26日、民主党熊本県連代表代行を辞任し、同年6月19日、常任顧問に就任。2012年の消費増税をめぐる政局では、野田内閣による消費増税法案の閣議決定に抗議して、党稿法副委員長の辞表を提出し、4月23日の 党役委員会で受理された。6月26日の衆議院本会議で行われた消費増税法案の採決では、党の賛成方針に反して反対票を投じた。7月2日には山岡県次らを介して離党届が提出された。民主党は7月3日の常任幹事会で離党届を受理せず除籍処分とする方針を決定し、 7月9日の常任幹事会で正式決定した。同年7月11日、国民の生活が第一決闘に参加した。同年12月16日の第46回衆議院議員総選挙に日本未来の投稿人で熊本2区から出馬するも4位で落選。落選後1月18日をもって熊本2区における政治活動を休止。 2013年5月から2015年1月まで、東京ベルディ1969の運営会社である、東京ベルディ1969フットボールクラブ株式会社に在籍し、企画室長、育成、普及事業部長、経営企画部長を歴任し退団。2015年2月からは、株式会社クロスランゲージにおいて、取締役営業本部長、 同年8月取締役副社長を経て、同年12月4日に代表取締役社長に就任。2019年4月末日付で、同社取締役退任。同年5月1日付で、同社顧問に就任。2020年6月24日、トレーダーズホールディングス株式会社社外監査役に就任。ありがとうございます。